紀州先の森別院へようこそ。いやー、大勢お越しいただきまして誠にありがとうございます。私があの織田信長を10年間苦しめたあの有名な剣女です。はい、ここはね、別名西角御坊と呼ばれておりましてな、ほら、あそこの小学校からぐるーっとこう深い堀で守られているでしょう。そうなんです、私はね、今の大阪城があるところに石山本願寺という要塞を築きましてな、そこで織田信長と10年間戦をしておったのです。私は決して戦が好きではない、いや嫌いだ。しかし民百姓を守らねばなりません。いわば自衛の戦です。しかし10年、朝廷からはもうそろそろ戦はやめて信長と和議を結べと命令されたもんだから、私はこの西の森別院において隠居することに決めたのです。源太様、おお、源太様、この源氏の目がうまい魚を取ってまいりましたぞ。おお、そりゃすまんの、食べてください。よし、今宵はの美味しい酒でも飲むかな。はい、仏に仕えるお方がそのようなことを言っていいのですか。この一番槍の孫太郎、最近いささか心配しておりますので。お前酒ぐらい飲んだっていいじゃねえかよ。だろう、そうか、そう、私はね、ここに3年間もうずっといるんだ、3年間じっと黙って、もうね、手はもちろんいいよ、いいけど、もうそろそろ私は飽きたよな。戦国最大の力を誇っていた頃、私もな、もう落ちぶれたもんだよ。何をバカなことを言ってるんですか、源太様。お二人、平和なのが一番ではないですか。この辺りは西ヶ崎からの景色は最高だの。あごいち、おお、近所殿、食べ物もうまいし酒もうまいし、なんといっても女のが良いではないですか。おお、女たらしいの西ヶ崎のあごいち、女たらしい、うるさい、俺は最下の僧侶孫一だぞ。そうじゃ、お前は紀州一の英雄じゃ。その通り、そうだ、その通りだ。美しいのお主、名を何と申すの。ちょっとだけ名前でも。お前もしつこいな、こっち来いよ。名前だけでも。孫一、お前は相変わらずだな。相変わらずなのは天皇様あなたですよ。え、そんなに文句ばかり言っていると罰が当たりますよ。あ、まあ、おいち、いい加減にしろ。あ、相変わらずなの。もうクソ面白くないな。まこたろう、いいしろ。はい、酒や、酒持ってこい。はい、すみませんよ、天皇様。もう、どうしたらいいな。しかしこの辺はいつまで続くか。ああ、なんだか嫌な予感がするんだ。今この砦には200人もいない。襲われたら一巻の終わりだ。俺もずっと同じことを思っている。なあ、蛍見、戦があった時お前はどうする？どうするって、戦うに決まってんだろ。お前はどうする？俺は新しい世界を見てみたい。お前はずっとそうやって各地を転々としてきたからな。いいぞ、孫一、紀州は俺が守るから。お前は我々が信長と戦って勝ってきたことを次の世代に伝えてくれ。どう、よろしく頼むぞ。わあ、わあ、おい、信長が攻めてきたぞ。大変だ。ああ信長、
久しぶりだな、孫一。来てやったぞ、1万5千の兵を連れてな。何しに来た、信長。条約を破り、朝廷に叩きつくつもりか。何を申す。ここの堀は何だ。まるで要塞ではないか。お前たちこそ戦を企てているのではないのか。信長、これでこやつらも終わりですな。
信長、賢者様を放せ。そしてそこから逃げ出して船に乗ったという説がある。そう、もし信長が陸に出て川に着き氷に乗って大阪に逃げたと仮説してみよう。そうそうなのだ。
歴史には決して正解というものがない。歴史は常に謎に包まれておるのだ。父上、晴れましたの。あそこに小舟が。おお、助かったようだ。よし、明智はいずれ秀吉が撃ってくれよ。わしはすぐに帰り咲く。天下はまた父上の手の中に。いましたの。信長のと信長じゃ。万太郎、十分。この恨みを。信長、死ね。よくぞここが分かったな、ケニア。だが、ニホトケより鬼の方に運があったようだな。ケニア、死んでもらおう。このどもやれ。誰が、
最下鉄砲隊祝砲。